純子さん、サキさんと僕だよ。料理できた？あれ？この二人だよ！え？この二人が隣の純子ちゃん無理やり引っ張っていったんだよ！これは一体…サキさん、図書まで来てもらおうか。どうだ、吐く気になったか。お前がユイナ純子を誘拐したのは分かってるんだ。証人もいるんだぞ。ああ、なんとか言ったらどうなんだ。はあ、黙秘権か。好きにしろ。だがな、絶対お前が犯人なんだ。浅見朝希、お前がな。今まで私は闇ルートの贋作をたくさん描いた。何枚も何枚も。だけどどの絵も私に栄光を与えてはくれなかった。でもこの絵なら、純子の描いたこの絵ならきっと夢を叶えてくれる。式典にこの絵を発表すればマスコミはきっと大騒ぎするわ。若き天才画家水地絵美、彗星のように現る。このボンクラども、テストを何回やりゃまともな点が取れるんだ。やる気がないならこの学校から出て行け。俺の我慢にも限度があるぞ。沼先生、クラスを代表してお話があります。なんだ、言ってみろ。今まで授業に対する態度が悪く申し訳ありませんでした。深く反省し態度を改めます。これからは全員頑張りますのでよろしくお願いします。なんだ、こいつら。あゆみ様、今週のカツアゲ分です。これだけかい？は？これだけかと聞いてるんだよ。は？いなくなったのになぜ集金が少ないんだい。それにこの集まりの悪さどうしたんだ。半分も揃ってないじゃないか。みんな私に逆らおうってのかい。あゆみ様、実は。何、レミ姉様が一体何があったんだ。
従順になった奴らのあの覇気のなさ、それに学校中に蔓延するこの感じは、静かだ。静かすぎる。なんだ。沼先生、どうかなさいました？水地レミ、ここで何をやってる？今月から生徒会が主催して勉強会をやっているんです。理事長の許可も取ってありますのよ。わかった。あまり遅くならんうちに帰らせるんだぞ。はい、沼先生。あら、あゆみ、どうしたの？そんなに怖い顔して。一体この学校で何をしようってんだい。あら、何のことかしら。しらばっくれるんじゃないよ。姉様がいくら取り巻きの数を増やそうと構わないけど、この中には私の部下もいるんだ。私の縄張りまで手出すことはないだろ。あゆみ、あなたは十分稼いだわ。十分ね。だから今は静かにしていなさい。いい子だからね。何かがこの学校で起こっている。俺のわからないところで何かが。わざわざおいでいただいてすいません。うん、守備は？ああ、それが朝宮咲と野脇三平を捕らえはしたものの、そのどういうことだ？あはは、手は打ってありますが、何分足りないものがありまして。今回の計画ではあの二人に犯人になってもらわなくては困る。はい。そのためにいろいろと手を回し、お前にも多額の金を払ったはずだ。はい、おっしゃる通りで。まあいい、何とかしよう。はあ、申し訳ありません。とにかく例の事故のようにな。もうどのくらい経ったかな、ここに入れられてから。1週間ってとこだね。1週間か。僕たちどうなっちゃうのかな。純子さんのこと心配だし。大丈夫さ、多分。え？やつらの目的は私なんだからね。やつらって？私を犯人に従ってる連中さ。私を守って、サキさん。まさか、奴らの目的が私じゃなく純子だとしたら。サキさん、看守、看守はどこだ。誰かいないか。わざわざ本庁から警視の私を呼ぶとは、ここの所長では相手にできないほどのことを白状しようというのかね。ああ、重要な情報でね。あんただけに話したいんだ。あんただけにね。まあいいだろう。それで何を話してくれるのかね。まずあんたに見せたいものがある。なんだ、何をするつもりだ。慌てるな。ただ身の証を立てるだけだ。私は警視庁特別班学生刑事朝宮咲。
費で通達があったが、まさか。失礼しました。嘘。三平、いつまでそんな顔してんだ。やっと出られたんだよ。いや、いろいろ怒りすぎちゃって。だって咲さんが、これは秘密にするんでしたね。さ、純子を探しに行くよ。はい。遅かったな、咲。純、誰です、この人。すまん三平、後で連絡する。咲さん、僕も一緒に。なぜすぐに出てこなかった。水地とマッポのつながり方が気になってね。奴らの出方を見たかったのさ。これを見ろ。これは式典の、この絵は純子の。やはり純子は水地と関わりが。さっきあんたが言ってた遅かったってのはこのこと。いや、純子自身のことだ。ここは立ち入り禁止だ。おい君。私はこの子の知り合いだ。邪魔しないでくれ。純子、私だ。さっきだ。聞こえてんだろ。なんとか言えよ。笑うと笑顔が可愛くて、精一杯好きな絵を描いて、けなげに生きて。純子はそんな子だった。そんな純子を私は守ってやれなかった。純子の腕にあった注射の後、間違いなく薬を打たれた後だ。奴ら無理やり。こうなった以上、私なりにケリをつけさせてもらうよ。落ち着け。犯人もまだ分かっていない。不良どもを締め上げた時、歩美が役の取引をしているのを耳にした。それに恵美の入賞した絵は純子が描いた絵だ。やったのは水地三姉妹。証拠がない。そいつを見つけ出すのが私の仕事だろう。咲、忘れ物だ。手を出せ。なんだよ。それもお前の仕事のはずだ。お前は刑事なんだ。逮捕しろってのか、あいつらを。純子の仇を取らずに。純子が何をされたか知ってるはずだ。それを知ってて卑怯だ、卑怯だ。ソジ、私は奴らをぶっ殺してやるんだ。ぶっ殺してやるんだ。お前に頼らなければならない。今の警察機構と、その陰に笑う悪を憎め。母の命と引き換えに、押し着せの刑事など必要ない。弱い人間を愛し、そして守る。お前自身の意志で戦うんだ。
うした？サキが戻ってきました。何？サキが？はい、今頃四天王が迎え撃ってるはずですが。こうしたサキ、また逃げ回るだけか。いや、今回はお遊び抜きだ。三人、あんたで最後だ。遅かったね。この前の借りは返させてもらったよ。先死ね。紐は切れないよ。特注のアラミド先生。殺される。あゆみ様、あんたたち。今日から私がこの鷹の葉で番を張る。今のうちに私の傘下に入るなら手出しはしない。どうする？わかんない。どうする？戻れ、戻るんだ。嫌だね。私はもううんざりしてたんだ。もう力で縛られるのはごめんだ。あゆみ、今はやらないが、いずれ肩をつけ、首を洗って待ってな。くそ、覚えてろ。ちょっとどいて、どいて、ごめん。さきさん、会いたかった。三平、この前はすまなかったね。いや、そんなこと。それより、純子さんのこと聞きました。なんて言ったらいいか。そのことで、あんたに手伝ってもらいたいことがあるんだ。ええ、喜んで。それに。え？沼先生、あんたにも。アサミア、サキが？ああ、エミ姉様、エミ、力を貸してくれ。サキを叩きのめしてやるんだ。私はごめんだわ。何？そんなごたごたに巻き込まれたくないのよ。式典に入所して、私は今忙しいの。受賞パーティーの準備もあるし、2作目の制作も始めたところで、学校なんかずっと休んでるのよ。あんな奴が鷹の葉で何をしようと関係ないわ。私の邪魔はしないでね、お姉様。あゆみ、あなたのお金で人を集めてサキをやればいいでしょ。あんなチンピラやるのに金なんて出せないね。じゃあ一人でやることね。その代わり、このショットガンはお父様からいただいたものだけど、あなたにあげるわ。これでサキを。何があってもお父様に頼めばどうにでもなるわ。わかった、ありがたくもらっとくよ。いいこと、よく狙って撃つのよ。できるだけ近づいてね。長い間数多くの札付きどもを相手にしてきた。この俺にはガキどもが何を考えているのかおおよそ見当がつく。だが浅宮咲と水地三姉妹は別だ。奴らはただの学生とは違う。さすがの俺も今回は分からんことばかりだ。ん？まだ代わりが頼んだ覚えが。あちらの方が。サキ、貴様いつの間に。聞きたいことがあってきたんだ。学校の裏の裏まで知り尽くしてるあんたにね。なんだと？どういうつもりだ？一体鷹の葉で何を企んでる？私じゃないよ。やってんのは水地さ。それでなぜ俺に？皮肉なことだが、学校で一番嫌いなあんたしか信用できないんだ。
お前なんかにされたくもないよな。沼先生、あんたの目から見りゃ私ら子供にしか見えないだろう。だけどその中にも他人を叩き潰して伸びようとする悪の花があるんだ。ユイナ純子のように必死で生きようとした者まで毒牙にかける地獄の亡者どもがいるんだ。私は弱い人間を食い物にするそういう奴らが許せないのさ。意外だな、スケバンのお前がそんなことを抜かすとは。分かった。本当かい？俺はお前を憎んでるが、それ以上に鷹の葉をダメにした水地が憎い。どうやら利害は一致した。ああ、それより本当の目的を聞かせてもらおう。毒蛇退治さ。なんだお前、いい年して警察ごっこか。え？それでとりあえず何を知りたい？まずエミの隠れ家のありか。私だ、サキか。ああ、ある程度裏は取れた。あとはあんた次第だ。分かった。今晩の美術大賞の発表会に間に合うように手配しよう。頼む。あ、それじゃ待たせたね。さて、お次はどうします、サキさん。やっと見つけたよ、サキ。今日こそお前の息の根を止めてやる。やれるもんならやってみな。だが水地の悪行を暴くまではおめおめとやられやしない。そこまでだ、サキ。じっくりと楽しませてもらうよ。最初はどこを打ってもらいたい？心臓か。いや、心臓は最後だね。足か手か。じわりじわりとなぶり殺してやる。誰かが私の隠れ家に。お遊びはこれまでだ。最後に一つ聞きたいことがある。純子をシャブ漬けにして殺したのはお前だな。知らないね、そんなこと。死ね、サキ。うわあ、ストップ。ふざけた真似を、お前から殺してやる。はっ、うわあ、はい、くそ、ストップ。死ね。Mm-hmm.
ジン、沼さんと三平が最後の裏付けを取りに行っている。それが揃えばいよいよだ。私の中で復讐と逮捕は同じものだった。だけど死んだ人間に手錠はかけられない。憎しみや復讐の怒りは逮捕への原動力という形でしか消化できないのかもしれない。歩みの最後をこの目で見てそう思ったよ。すまないジン、私は今まで。そう自分を責めるな、サキ。来た。最後の裏付け完了です。急げ、発表会まであと1時間しかない。純子、行ってくるぜ。さあ、蛇退治だ。皆様、大変長らくお待たせいたしました。ただいまから第24回式典美術大賞受賞作を発表します。今年も数多くの素晴らしい応募作品が贈られ、大賞候補作品は数えきれないほどでした。その数ある中で大賞に選ばれたのは、式典史上始まって以来の最年少で入賞、第一席を獲得した水口恵美さんの作品、花を抱いてです。この歓声、拍手、私の求めていたものはこれなのよ。これでわしの評判がさらに上がる。さあ恵美さん、ステージの上にお上がりください。私の夢だった華やかなスターへの道、ついに叶ったんだわ。盗作にショーをやるとは、美術協会も目のない奴が揃ったことだ。いや、知ってて金で動いたか。誰だ。上の方から声がするぞ。なんだ貴様、わしの娘が盗作したというのか。何を証拠に言いがかりを。証拠かい。証拠ならそこにある。何。エミの隠れ家から警官立ち会いの上で押収した本物の花を抱いて、同じくお写している最中だった第2作とやらだ。その他にも隠してあった純子の絵は全て没収済みさ。でもまだ白を切る機会。くそー、このスケバンめ。誰だ。悪あがきは要すんだな、水地小僧。貴様には高野派高校乗っ取りに絡む生徒大量殺人の首謀者として逮捕状が出されている。黙れ、そんなものを政治家であるわしの力を使って。暗闇警視。お前に加担していた人間はすでに逮捕済みだ。もはやお前に力などない。あんたまで乗り出していたとは。お父様、お父様。暗闇警視、私をスケバンデカにした男、そんなに力のあるやつだったのか。水地剛造、そしてエミ、誘拐、殺人および盗作の容疑で逮捕する。やりましたね、沼先生。ああ、こりゃえらいことだ。すごい特ダネだぞ。きれい、私の夢、私はスター。よくやった、サキ。いや、まだだ。どんなに調べても尻尾をつかむことができなかったが、裏に隠れて全てを企てたヘビがもう一匹。
レミの取り巻きの一人だ。悪魔め、自分の手を汚さず最後まで影に隠れているつもりか。じいさん、後を頼む。先受け止め。これは歩みのバイクのキーだ。表に止めてある。それを使え。歩みの先に行ってるぜ。私はレミに用があるんだ。あんたたちとは戦いたくない。クソ、どいつもこいつも操られてやがる。最初は私たち水地家の楽しい遊び相手だと思っていたのに、さっきあなたは妹たちやお父様を追い詰めた。そして高野葉高校を拠点に強力な勢力を作り上げる私の計画を見事に打ち砕いた。でもね、さっき私も一ついいことを学んだわ。いくら人数を集めても所詮は烏合の衆。強力な意志の前にはただの時間稼ぎにしかならない。そういう意味ではお父様たちもあなたの前では単なる時間稼ぎだったかもしれない。かわいそうな妹たち。脱出準備 OK です、ボス。どこだ、レミ？どこだ、レミ？レミ？どこだ？どこに隠れてる？姿を現せ！どこにいるんだ、レミ！まだ新しい。この奥か。爆薬。そうか。ここを爆破して証拠を。レミ。上か。向こうでもレミ様の受け入れ体制は万全だと。そう、これからは水地家の膨大な財産が私のバックボーン。そしてこれが私の世界進出の第一歩。ゲッツは放っておきなさい。サキを倒すのが彼の役目です。これでしばらく日本ともお別れ。でもきっと戻ってくる。そして巨大な力を持ち、この国を支配してやる。
レミ様何がおかしい。いいえ、嬉しいのよ。さっきあなたに会えたこと。何？初めてなのよ。自分の手で人を殺したくなったのは。おざくなレミ。今貴様のその仮面を引き剥がし、悪魔のような本性を白昼のもとにさらしてやる。できるかしらそんなこと。試してごらん。生徒が中の人を助け出してください。は、一体どうしてここに。それが何が何だか、とにかく視聴覚室にいたところまでは覚えているんですが。視聴覚室に。レミだ、水地レミの仕業だ。クソ、人間を操り人形にしやがって。調べたのよ、お前のこと。お前の母親のこと。朝宮夏、夫殺しの罪で無期懲役の刑に処す。朝宮夏とはお前の実の母親、そしてその夫とはお前の父親。正真正銘、お前も母親の狂った血を受け継いでるってことになる。黙れ。お前が私と対等に戦ってこれたのも、その狂った血のせいかしら。狂った血だと。母さん、違うよね、母さん。純子、体中の血を絞り取られて。とどめよ。そこはいった。両手でヨーヨーが使えるように教えてくれたのは母さんなんだよ、レミ。え、何？
待て、三平。サキさん。サキさん。そんな。サキさんまで死んじゃうなんて。嘘だ。嘘だ。泣くな三平。Thank you.